旧ソビエト連邦諸国の一人当たり GDP の推移、ジョージアの経済は南コーカサスに所在するジョージアとその国民によって形成される一つの新興自由市場経済である。この国の国内総生産はソビエト連邦の崩壊に伴い急落したが平和的なバラ革命によってもたらされた経済的、民主的諸改革によって二桁台の経済成長を遂げ、 2000年代中場には復活を遂げた。ジョージアは2003年のほとんど機能不全に近い状態から2014年には比較的良好に機能する市場経済へと動いたと形容されるほどの経済発展を続けている。2007年には世界銀行がジョージアを世界随一の経済改革者と命名しておりビジネス環境ランキングでも常に上位に位置する国である。 ジョージア経済はまた、比較的自由で透明性の高い雰囲気の中で、サポートされている。トランスペアレンシーインターナショナルの2015年報告書によれば、この国は、国会地域で最も腐敗の少ない国であり、隣接する諸国よりも透明性において上回り、ヨーロッパ連合諸国と、ほぼ並ぶ水準であるとしている。合わせて、メディア環境においては、 ジョージアは出版の自由に対してほとんど敬意の払われることのない周辺諸国の中で唯一報道の自由を持つ国である。2014年以来、ジョージアはヨーロッパ連合の包括的自由貿易権の一部となっており、対 EU 貿易はジョージアにおける貿易総額の4分の1以上を占め、EU は同国にとって最大の貿易相手であり続けている。 EU との貿易協定の後、2015年には2国間の相互貿易はさらなる増加を記録したが、一方、ロシア連邦を中心とする独立国家共同体との貿易は急激に減少した。20世紀以前のジョージアは農業中心の経済であった。ジョージアの近代経済は国会観光、柑橘類、茶、ブドウの栽培を中心に展開しており、これらに マンガン工、銅工採掘、大産業として発展するワイン、金属、機械、化学品、繊維製品の生産などが加わる。多くの旧ソビエト連邦構成国家と同様、1990年代のジョージアは、高インフレと巨大な財政赤字のせいで、経済が大きく落ち込んだ。1996年、ジョージアの財政赤字は、 予算の6.2%にまで及んだ。その間国際金融機関は、ジョージア国家の予算の形状において、重要な役割を演じた。多国間及び二国間増与と、貸付金は、1997年に1億1640万、ラリ、1998年には1億8280万、ラリに上った。景気回復は、アブハジアと、 南オセチアの分離主義者たちとそれに対抗するジョージア国内の勢力によって引き起こされた南オセチア戦争やアブハジア戦争などの紛争、さらに1997年のアジア、金融危機などによって妨げられた。にもかかわらず、1995年から2003年まで大統領職にあったエドワルド・シェワルナゼのリーダーシップのもと、ジョージア政府は 基本的な市場改革にいくつかの進歩を遂げた。それはすべての価格とほとんどの貿易に自由化をもたらし、安定的な自国通貨、だり、さらに強靭な小さな政府を実現させたのである。1990年代後半、1万500を超す小企業は民営化された。しかし、中内市大企業の民営化は、父として進まなかった。1200を超える、 数の中、大企業は、合資会社として認定された。企業設立に関わる、法的根拠並びに、国有資産の民営化のための手順を確立させた、法、命令は、国家によって統制される企業の数を減らした。ジョージアがソ連からの独立を獲得した直後、アメリカ合衆国は改革の途上にあるジョージアの支援を始めた。 特に2004年に大統領に就任したミヘール、サーカシュビリはアメリカとの良好な関係を築いた。米国による支援の焦点は人道的なものから徐々に技術を担う人材養成や制度構築の計画へとシフトしていった。米国提供の司法、技術顧問はジョージアの国会議員、法室務当局及び経済アドバイザーのために研修の機会を与え、 支援を補った。過去数年にわたり、ジョージアは旧ソ連諸国で最も早く経済成長を遂げた国の一つとなっている。2003年のバラ革命以来、新生ジョージア政府は国家の営みのあらゆる局面に触れる高反かつ包括的な改革を実行に移した。経済改革は経済自由化と持続可能な開発という要請に対処したものであり。 民間部門の開発に基礎を置くものであった。魅力的なビジネス環境の確立が外国からジョージアへの直接投資の大規模な流入を導き高い経済成長率を促したのである。2013年、ジョージアは新興市場を対象とするエネルギー安全保障の成長反映指数で国際的に上位10カ国にランク入りした。 シストロン金融ニュースによって公開された記事によれば、この指標はエネルギー備蓄状況や GDP に基礎を置く強力な成長の可能性を秘めている新興国を特定する。経済改革に基づき、ジョージアの経済は多角化し、2004年から2007年までの年間 GDP 実質成長は平均10%の上昇傾向を示し、 とりわけ2007年には12.3%の最高水準に達した。全体的に見れば2004年から2007年の間、ジョージア国の経済は35%も拡大したのである。2008年にはロシアとの戦争と世界金融危機が起こったのに対し、ジョージアは経済政策の改革と自由化によって外部からの衝撃に非常に優れた弾力性を示した。 これらの衝撃にもかかわらず、ジョージア経済は2008年に前年比より2.3%増加した。2009年にはマイナス3.8%と緩やかに減速したものの短期間で回復し、2010年には GDP 実質成長率6.3%、2011年のそれは7.0%に達した。 2010年の失業率は16.3%で2009年の16.9%からは減少している2013年ジョージアの年間インフレーション率は2.4%であったこれは2010年の11.2%より顕著に減少しているインフレ率の伸びは世界食料価格危機の結果であり食料品の占める割合がジョージアの 消費者バスケットにおいて相対的に高い限りインフレ変動の本質的な部分は食料価格の変動に由来している。2011年 IMF はジョージアの経常収支は14億8900万ドルのマイナスであったと推定している。ジョージアはヨーロッパ及び南コーカサスの旧ソ連構成国家の中では赤字額は適正な規模である。東座預金における赤字は 強力な外国資本の流入によってそれ以上に総裁されており、ジョージアの通貨は高い評価が与えられている。政府は米国及び国際機関から提供されるかなりの援助のおかげで安定的な財政を維持しながら管理している。欧州復興開発銀行のアナリストは海外在住労働者からの実質的な国際的な金融支援と送金が中期的に 形状赤字をカバーすると分析している。国際通貨基金は政府の経済政策を積極的に評価している。外国からの直接投資の大規模な流入は2003年以来ジョージアの急速な経済成長の原動力要因となっている。国内及び外国人投資家にとって公正で自由な投資環境とアプローチはジョージアを魅力的な直接投資先とする。 安定した経済発展、自由主義かつ自由市場を施行する経済政策、6種類だけとした租税と軽減された税率、ライセンス、許認可の減少、劇的に簡素化された管理手順、諸外国との互形的な貿易体制、地理的優位性、よく開発され、統合された多種類による輸送インフラ、教育を受け、熟練し、競争力のある労働力、 これらは、ジョージアにおける、事業成功のための強固な基盤を提供する。2003年から2011年まで、ジョージアへの外国からの直接投資は85億1150万ドルに達した。直接投資が最高潮に達したのは2007年の20億1500万ドルであり、年率69.3%の増加であった。 投資率の高さは2008年まで維持された。しかし、2009年以降は直接投資の流入は減少傾向を示した。これは、ロシアジョージア戦争と世界金融危機の影響であり、その理由は外部からの衝撃であった。2009年から2011年の間、外国からの直接投資で最も大きなシェアを持ったのは、工業部門の7650億ドルで、 不動産部門も3890億ドルに達した。下の表は、旧ソ連諸国から選ばれた国の直接投資残高の対 g d p 割合を示している。統計目的のため、筆が組み込まれている会社では、普通株の10%以上の普通株を所有している外国企業として、それ以外は、筆の組み込まれていない企業として定義されている。ジョージアにおける、 外国直接投資ヨーロッパ連合加盟国欧州自由貿易連合及びヨーロッパ単一市場だクフタ2014年以来ジョージアはヨーロッパ連合の包括的自由貿易権の一部となっておりジョージアにとって EU は最大の貿易相手であり貿易取引額全体の4分の1以上を占める EU 貿易協定に続き2015年には二国間貿易の さらなる増加を示し、その一方で、ロシアが主導する独立国家共同体との貿易は22%も減少した。特に同国産のワインはロシアから輸入規制を強化されている。2015年現在、取引規模順のジョージアの主な輸出品は次の通り。2015年現在、取引規模、人しのジョージアの主な輸入品は次の通り。 ジョージアの中央銀行によって公表された数字によると外国からジョージアへの送金は2011年前年から20.5%増加し12億6000万ドルと史上最高を記録した従来ジョージアに対し最大の送金元であったロシアからの送金は2011年には6億5520万ドルに及んだそれ以外で ジョージアの主な送金元となっている国は次の通り。カハ・ベンドキゼ・ミヘール・サーカシュビリ政権したジョージアは経済を近代化しビジネス環境の改善を目的とするいくつかの深遠な制度改革に着手した。カハ・ベンドキゼは彼の統治の間の最も著名なチームメンバーの一人であり、ジョージア経済改革省の調整役として力を振るった。実施された制度改革は 民主主義の原理を守ることによって動機づけられ、効率的で、専門的で透明性の高い公的部門を生み出した。経済上の規制緩和政策によって、国家が調整すべき領域は、格段に縮小したばかりではなく、規制の手続きが簡素化されたのである。ジョージアは、それが発展のための主要な障害の一つであった、腐敗との戦いに成功した。 ジョージアの成功は異なる格付け機関によって認められている。トランスペアレンシーインターナショナルによれば、ジョージアは汚職との戦いにおいて旧ソビエト地域で最上位を占める。トランスペアレンシーインターナショナルが公表した腐敗認識指数によると、ジョージアは2004年の113位から大幅に上昇して、2014年には50位にランクされた。 グローバル腐敗バロメーター2010では、ジョージアの腐敗の減少度合いは世界一である。国際金融公社のビジネス認識調査2012では、公的機関との関係において腐敗が問題だと回答したのは調査対象のわずか0.11%に過ぎなかった。ジョージアはヨーロッパうちでも最もリベラルな税務上の管轄権を有している。 税金の数は21からわずか6まで減少し、税率もまた低下した。さらに、重要な手続き上ないし制度上の改革が実行に、移された、簡素化された税務紛争に対応するシステムが確立され、税に関わる行政組織が効率化され、現在、税金のほとんどはオンラインで支払われている。税関においては、 通貫手続きが劇的に簡素化された。関税改革は外国貿易への進出を簡略化して、そのコストを大幅に削減した。輸入関税の数は輸入品のおよそ90%において廃止され、以前16種類にわたった関税率はわずか3種類に限られることとなった。現在、関税ラインの86%は、 2005年の26%と比較して大幅に免税措置が講じられている。現代では透明性を保持した税関が確立し、通関手続きはわずか15分で開始する。ライセンス及び許認可システムの近代化は、ライセンス、許認可に関わる行政手続きの減少と、その簡素化をもたらしたのである。国有財産の民営化から2004年から始めた。 透明な民営化政策の実行は、ジョージア政府にとって重要な改革の一つであった。それは、外国投資を誘致して、一層増加させ、民間部門を開発し、国有化されていない、ジョージアの資源を有効利用するものであった。リベラルな労働法は、雇用者と非雇用者の間の関係を、単純化した。改革の結果、雇用と解雇の費用が低減し、ヘリテージ財団や、 他の分析センターによって、ジョージアの労働観光と名付けられる、世界で最もリベラルな労働関係が実現した。ジョージアは、事業や資産を登録するための最も単純化した手順を提供している。異なる文書の取得は、オンラインで行うことのできる、ワンストップショップを経ることで一度で済んでいる。世界銀行のビジネスのしやすさ指数2012年報告書によれば、 最近5年間で同指標は16位の位置にあり、2006年の112位から大きく順位を伸ばして、世界174カ国中トップクラスの改革者と形容された。ジョージアは他の評価、すなわち当初建設箇所の許認可に関しては4位、ビジネス開始に関しては7位、再建の取得に関しては8位など、他の資産登録における指標でもリードする側に、 立っている。ライセンス及び許認可に関わる制度改革によって特許件数、許認可件数は90%減少した。現在、ライセンスや許認可は非常に危険な財やサービスの生産、あるいはまた天然資源の使用や特別な活動の運用だけに限られている。ライセンス発行や許認可手続きの大幅な簡略化によってワンストップショップや 沈黙は同意である。原則が生まれ、通知されていない人に対しても導入され、ライセンス発行に対して意義が示されない場合は、限られた枠組みの中で、関連団体からのライセンス発行が検討される。建設許可を取得するための手順も、また劇的に簡略化され、それは、わずか3つの手順を必要とするのみとなった。これにより、建設許可が降りるまで時間が大幅に減少した。 世界銀行発行のビジネス環境の現状2012年版によれば、ジョージアは世界で4番目、東欧及び中央アジアでは最高のパフォーマーである。手順と日数、それにかかるコストは、他のエッサ地域及び OECD 諸国に比べ、はるかに省かれている。ライセンス及び強認可に関わる新しい法律が2005年に導入された後、 あらゆることが変わったのである。ジョージアに倉庫を建設する承認手続きは現在、デンマークを除くすべての EU 諸国よりも効率的である。2011年1月以来、新しい税法が施行された。それは、従来の租税処方と関税法を統合したものである。新税法は、ジョージアの税制への自信を増大させ、納税者と 税務当局の間のやり取りを改善して、税務当局への信頼を強化した。納税者の権利は保護され、管理は一層効率化が図られ、さらに、ジョージアの方が国際的に最高の税務観光やヨーロッパ連合からの指令と調和したのである。ジョージアにはわずか6種類の税金だけが法律の税率として存在する。所得税20%、利益税から15%、 付加価値税から18%、物品税、変動税、資産の自己評価に対する最高税率1%の資産税及び関税 0%5%12% である。加えて重要な手続き上ないし制度上の改革が実行され税金紛争の解決を簡略化し、効率化された税務管理は効率化されて納税時間及び納税コストを減少させた。 ジョージアは、付加価値税納入のための申告を簡素化し、電子マネーの導入によって、企業にとって納税手続きを容易なものとした。輸入関税は、輸入品の約90%について廃止され、従来の16種類の税率に変わって0%、5%、12%の3種類のみとなった。ジョージアは、農産品や工業製品のいくつかについて、 輸入税を設定する。加えて輸出入には数量制限が設けられていない。16%程度に及ぶ失業率と非公式経済に多くの仕事を抱えるジョージアでは労働規則のための延大な改革に着手した。新しい労働法は2010年12月17日に採択された。進歩は長期労働契約の継続時間と残業時間数の 制限を緩和し、残業のために必要な保険料支払いを廃止した。また、働きの悪い労働者を解雇するため、労働組合から通知や許可を得る必要がなくなった。進歩は、労働者の年功に応じて管理者が、労働組合や関連省庁に長い説明を書き、十分な予告期間を設けなければならなかった、従来の複雑な観光を改め、 一ヶ月分以上の退職金を支払えば解雇できるものとした。一般に新たな規制はジョージアの労働市場を一層柔軟なものにしている。ジョージアはまた2005年には企業が賃金に応じて支払ってきた社会保障負担を31%から20%へと引き下げた。2008年1月からは 完全廃止となったが、このような改変の事実によってジョージアはグローバルな労働者雇用の容易な世界6番目の国となっている。法廷の場での腐敗を減らすことは、新政府の主な優先事項の一つであった。2004年にミハエル・サーカシビリ政権が成立したとき、7人の裁判官が賄賂を受け取ったとして拘留されており、十五人が刑事裁判所に提訴されていた。 2005年だけで司法懲戒会,会議は全体の約40%の裁判官による99の判決を見直し12人の裁判官が解雇された。一方で裁判官の給与が引き上げられ収賄への依存の軽減が図られた。グローバルな財産権指数によればジョージアは現在100のうち40ほどしか財産権が保護されていない。それは法廷システムは 非常に非効率的であり、かつ遅延が法定システムの活用を阻止するほどの長さとなっている。腐敗が存在し、司法は政府の他の部署によって影響をされる。土地の収容が可能であるとの見方に立っている。その審議については議論の余地があるものの、司法システムに関する不満な反応のいくつかは、ジョージア国内のウェブサイト中に乱すことができる。失業率の高さは、 1991年に独立を獲得して以来、ジョージアにとって永遠の課題となっている。ジョージア国家統計局によると、2011年の失業率は2010年の16.3%から、現時点15.1%であった。2015年にはさらに減少して12.0%となっている。ジョージアの人口の半数近くは、 低強度の自給自足的農業が生活の主要な家庭を提供する農村部に住んでいる。ジョージア国家統計局サービスではそうした個々の人々は自営的労働者にカテゴライズされる。2007年には農業従事者416,900人が自営業にカウントされていた。大家族であるために世帯主は一般に個々の企業家として記載され、 農地開拓に役立つ家族の一員はそれぞれ無給のファミリービジネスの労働者として分類される。このような統計手法の適用は農村部の方が都市部や飛びリ市に比べ比較的低い。失業率となる。ジョージアの豊かな鉱物資源、エネルギー資源は地方の工業活動を支えている。石炭、天然ガス、デーンの交渉があり、大規模なマンガン交渉が、 多くの工業分野を支えている。伝統的な工業として、鉄工業、機関車製造、機械工業、化学工業の各部門がある。1987年に建設されたエングリダムは、ジョージアの水力発電において、重要な位置を占めるジョージアには、水力発電に理想的な給流があり、相当量の水電発電能力を有し、これはエネルギーの供給及び、 エネルギー政策において一層重要性を増す要因の一つとなっている。その国土の知性と水力資源の豊かさはジョージアにコーカサス地域での水力発電市場を支配する大きな可能性をもたらしている。ジョージアエネルギー以上はジョージア全土にわたって2万6000内外の河川があり、およそ300の河川ではエネルギー生産の面において有望であると推定している。 同省はまた、水力発電所のためのプロジェクトを推進するため、約24億ドルを計上すべきと主張している。ジョージアの前エネルギー大臣であったアレクサンデル・ヘタグリは22000メガワット以上の発電能力を持つ水力発電プロジェクトを提案したが、それにかかる費用は40億ドルを超え、さらに民間からのファンドも必要とされると見込まれた。このプロジェクトは、 実現すれば単独でジョージアを世界第二の水力発電の国に転換させうるものである。ジョージアは2007年、時間あたり83.4億キロワットを発電する。一方で、時間あたりの電力消費は81.5億キロワットに達している。ジョージアの発電は、ほとんどが水力発電施設によるものであり、2005年の水力発電は、 時間あたり61.7億キロワットで、総発電量の86%を占める。2006年、水力発電出力の急速な成長は、温熱における堅調な発電の成長と合致している。エングリ川発電所は2007年11月には、フル稼働に及び、それ以来水力発電のシェアはさらに増大してきている。エングリ川の国有の発電所は1300メガワットの、 設備容量を有するのに加え、ジョージアの水力発電に関わる生産基盤は、多数の民間小企業のプラントによって構成されている。近年では、ジョージアは地域における主要な電力輸出国となり、2010年には13億キロワットを輸出した。ジョージア国内の水力発電所は、国内の電力利用の80ないし85%を生み出し、 残りの15内セ20%が火力発電所によってまかなわれている。ジョージアエネルギー省によれば、これまでジョージアは水力資源のポテンシャルのほんの18%を利用してきたに過ぎなかった。ジョージアの水力発電への依存は、時として季節的な供給不足を補うための電力輸入を必要とし、国はそうした気候変動に対する脆弱性を放置しているが、 より出順状態の期間にあっては輸出の可能性も開かれている。ジョージアはまだ既存施設を回収するだけでなく新しい水力発電所の建設を通じて水力によって生成された電力を増大させる可能性を秘めている。BTC パイプラインと南高ーカサスパイプライン旧ソ連諸国の多くが直面した一層困難な現実の一つは ソ連からの燃料援助と輸送が途絶えたことであった。2004年以前、ジョージアの送電ネットワークは危機的な状況にあり、頻発する停電は全国共通の悩みであった。送電線の仮設圧力を受けて、ジョージア政府は1998年から1999年にかけて一連の司法改革を手掛け、発電分野と電力市場の開発に着手した。 エネルギー部門を政府より切り離して自由化する政策が講じられる間、新法が制定され、ジョージアにおける独立したエネルギー規制機関であるジョージア国家エネルギー規制委員会が発足した。政府補助金の提供に加え、ラークが国家的な改革の過程から修復にかかった費用の緩和策を講じることによって、ジョージアにおける 電力価格及び天然ガスの価格を引き上げることができた。これら諸改革の後、エネルギー供給は一貫性のある24時間体制のサービスに近づいて、一層信頼性は高まっている。インフラへの投資も盛んに行われるようになった。現在、個人所有の式業であるエネルゴプロジョージアは、電力供給市場の62.5%を占める。28色に、 カテゴライズされたジョージアからの輸出品のツリーマップグラフジョージアは、ロシア、トルコ、アルメニア、アゼルバイジャンに対し、各国の電力網と接続する送電線を有している。2008年7月、ジョージアはカフカス山脈の電線を開始、ロシアへの電力輸出を開始した。その後2009年に、エネルギー大臣のアレクサンデル・ヘタグリは、ビジネス上の取引のため、 10年来、イングリ川水力発電所を共同管理してきた、ロシアのエネルギー会社、国営インター統一電力を攻撃するスキャンダルを先導した。下手グりの提案は、水力プラントの使用のために、ジョージやうちに約900万ドルのキャッシュフローを伴うものと思われた。ここにおいて、両国間の緊張は高まった。というのも、イングリ水力発電プラントはおよそ国家の、 総発電量の40ないし50%の電力を提供するものではあるのだが、そこはまた、ロシアによって占領されたアブハジアという主権をめぐる、境界上に位置しているからであった。ジョージアの天然ガス消費量は2007年には18億、立方メートルであった。天然ガスは以前はロシアによって供給されていた。しかし近年では、ジョージアは増加する。 水力発電にアゼルバイジャンからの天然ガス資源が利用可能となったおかげでロシアからの輸入依存を解消することができた。2006年7月に本格輸送の始まった BTC パイプランはロシアを経由せずにカスピ海からヨーロッパ市場に年間5000万トンの石油を輸送する巨大なパイプラインである。2006年には南高ーサスパイプラインの輸送も始まっている。 加えて、アルメニアのすべてのロシアのガス輸出は、ジョージアうちのパイプラインシステムを通過するので、ジョージアは中継量としてガスの10%をアルメニアから受け取っている。ジョージアはヨーロッパ連合の国際エネルギー協力プログラムで、あるいのがてプログラムの提携国の一つであり、これは四つの鍵となるトピックを有している。第一にエネルギー安全保障の強化であり、第二に ヨーロッパ連合の経済政策によって生まれた単一市場を構成するエネルギー市場としてその収束の原理を共有すること。第三に持続可能な開発の支援。最後にエネルギーに対する共通のない地域的な利害関心からもたらされる諸プロジェクトへの相互投資であるジョージアのワイン用。ブドウ畑ジョージアは茶、柑橘類、ヘーゼルナッツ、タバコ、 ケーブルビート、優秀なワインの産地であり、バラやその他の花の精油を産する。主要な家畜は羊である。現在、ジョージアの労働力全体の約55%が農業の従事者であるが、その多くは自給的農業に携わる零細農家である。ジョージアの農業生産は内情不安やソビエト崩壊によって必要となったリストラによって引き起こされた後輩からの 復興途上にある。家畜生産は回復し始めているが、マイナーで散発的な病気の突発が続いている。時給用穀物生産は増加しており、政府も基盤整備の改良事業に投資しており、その成果は適正な配分や利益として農家にもたらされている。茶、ヘーゼルナッツ、柑橘類の生産は、これらの栽培にとって、 重要な地域であるアブハジアでの紛争の影響を大きく被っている。ジョージアの GDP のおよそ7%は農業関連部門によって生み出されている。ブドウ栽培とワインの製造はジョージア農業における最重要分野である。ジョージアでは450を超すローカルワイン用のブドウが栽培されており、世界でも最古のワイン産地さらに高品質ワインの生産地とみなされている。 ロシアは伝統的にグルジアワイン最大の輸出市場であった。これはしかし2006年にロシアがジョージアからのワイン及びミネラルウォーターの輸入禁止によって変化した。これはロシア市場における低品質商品に関わるジョージア政府職員の声明に先立つ措置であった。それ以来ジョージアのワイン生産者は 生産を維持し、新たな市場に参入するため苦しんでいる。2011年に、ジョージアは48カ国に、合計5400万ドルのワイン、及び32カ国に、合計6800万ドルのアルコール飲料を、販売した。ワインとアルコール飲料は、それぞれ2.5%と3.1%のシェアを、持つ輸出商品リストのトップ10に入る商品である。 ジョージアのナショナルワインエージェンシーによれば、ジョージアのワイン輸出は2007年に比較して2011年の輸出は109%増えている。2012年の情報によれば、ジョージアは43カ国との間にワイン貿易を行い、ボトル2300万本以上を売り込んでいる。ジョージアにとって大きな輸出相手は、ウクライナ、カザフスタン、およびベラルーシである。 2011年の輸出はワイン、ミネラルウォーター及びアルコール飲料のすべてが2006年の輸出を上回っている。ジョージアはまた、湯水が豊富であり、ミネラルウォーター生産は目玉産業の一つとなっている。ミネラルウォーター輸出は35カ国に対し48万ドルに達した。ジョージアの総輸出におけるミネラルウォーターのシェアは2.1%である。 食品加工業は主要な農業生産との連携を発展させて加工処理された製品の輸出は例年増加している。ナッツの輸出はおよそ6%であり1億3000万ドル相当輸出されて重要輸出品トップ10入りしている。ナッツは53カ国に向け輸出されている。ジョージアにおける地方人口は2011年には総人口の48.2%で あったが、2014年には46.3%に減少した。観光は、ジョージアのさらなる開発に向けて高い可能性を有する、ジョージア経済における急成長分野の一つである。近年、ジョージアへの訪問者の数が目に見えて急増しており、他の観光関連分野の成長に寄与している。2011年には、2010年に比べ40%以上増加し、 約300万人の観光客がジョージアを訪れた。ジョージアの芸術と文化の豊かさは、長い伝統を有する遺恨制作や金銀在庫、刺繍、木彫、石彫りなどに現れており、ポリフォニーなど独自の音楽や民族舞踊は世界的にもよく知られているが、従来はそうした観光の可能性が政治的な混乱によって必ずしも活用されて来なかったのである。 観光分野の開発を促進するため、ジョージア政府は、交通機関や基本的なインフラの開発、また、観光地の修復や開発に対し、民間投資世代に向けたて、多額の投資を行っている。2011年には、観光関連サービスの総生産は2006年に、比較して77%も増大し、経済の総生産の7.1%を構成するに至った。 次の表は観光でジョージアを訪れた外国人上位5カ国を示している。ジョージアは起伏の多い地形にもかかわらず交通は比較的発達している。そしてまたその位置の地理的政治的重要性によって欧州コーカサスアジア輸送回路を計画における鍵となるメンバーの一つとなっている。この国がまさしくヨーロッパとアジアの中間に位置しているため、 近い将来、現代のシルクロードにおける、繁忙なハブとなることが期待されているのである。2015年3月11日、ジョージアのマスメディアは、中国とジョージアの企業が、アナクリアで推進の深い商業港の開発に関して、北京で合意に達したことを報道した。商工は1000ヘクタールを超える敷地に建設され、深海部へもアクセス可能なものが計画されている。 最初の列車は7月28日82個のコンテナと41個の足場を積んで中国からアゼルバイジャンの爆油へ向けてやってきた。2015年9月にはこの経路を用いてジョージアを通ってイスタンブールに向かう最初の貨物船が浸水した。自動車の再輸出は2014年から15年にかけてひどく減少した低滞期ジョージアの収入源の一つとなった。 最も注目されるのはアゼルバイジャンに向けてのものである。他のほとんどのポスト社会主義国と同様、ジョージアの金融部門は銀行によって支配されている。2015年現在、21の商業銀行は5、大銀行によって金融資産の大部分を支配されている。銀行部門はいくつかの主要な課題に直面している。例えば、銀行は、 実体経済の資金調達において持続的な貿易を安定化させるために必要な活動への投資は限られたものであるという点などである。人間開発指数は各国を人間開発の4段階にランク付けするために用いられる平均寿命、教育、所得指標の複合統計である。2012年のジョージアにおける人間開発指数は0.745を超え、 世界の187の国と地域の中では72位であった。このランクはドミニカ、レバノン及びセントクリストファーネービスとほぼ等しい水準である。2005年から2012年の間、ジョージアの HDI 値は0.713から0.745となり約5%向上したが、これは年率に直すと平均約0.6%の増加である。 2012年に使用されたデータに基づいて2011年のジョージアの HDI の順位を算定すると187過酷中75位であった。そこで2011年の人間開発指数順位は187過酷中75位とランクされたが基礎となるデータと方法が変更されたため以前に発表された値とランキング等を比較することは誤解を招く恐れがある。 ありがとうございます。